スマホホルダーを付け替えました。こんな感じで傾斜のところに付けてるので、スマホの重みでグラグラしてたんですが、ここですね。ここをモリモリにしました。ここが浮いてたので、ちょっと厚めに入れました。そして、この3個入りバスケットボール。これは、このように下に入れるのですが、今のところ、ちょっとこの出番はないようなので、これで様子を見て、また、ちょっと浮いてくるようなら、この下にバスケットボール挟みます。結構出っ張ってますね。こうですね。で、結構がっちりと取り付けができました。やったねー。イエイ。